あいあい傘をしたい20代俳優ランキング。梅雨入りで憂鬱な気分になるこの季節、そんな時はイケメンとのあいあい傘を想像してハッピーな気分になっちゃいましょう。ということで、あいあい傘をしたい20代俳優はお調査。第10位、横浜流星。かっこいいし優しい、一緒に歩けるなんて最高。想像したらにやけてしまいます。すみません。旬な俳優さんなので自慢できる。人気急上昇中の横浜流星さん、ピンク髪が記憶に新しく、あいあい傘をしてるとかなり目立っちゃいそうですが、それはそれでいいかも。第9位、神木隆之介。礼儀正しい人なので濡れないよう気遣いをしてくれそう。自分は多少濡れてもこちらが傘に入るようにしてくれそう。紳士的なイメージなので。可愛い子役時代も今は昔、すっかり大人な男性に成長した神木隆之介さん、優しく紳士的なイメージなので、大丈夫、寒くないなど気遣ってくれそう。第8位、菅田将暉。傘の中の狭い空間に入ることを考えると、菅田くんが自然体で安心だと思った。雨でも楽しい会話ができそう。そんなことができたら有頂天になります。鼻筋が通っていて綺麗な横顔を見ながらあいあい傘したい。トークが面白いので雨なんか忘れちゃいそう。第7位、岡田将生。近くであの横顔が見られると思うとたまらない。背が高くてかっこいいし、なんかこっちも若返りそう。その手で傘を持ってもらい、ひとときの時間を共有したい。端正な顔立ちに181センチという高身長の岡田将生さん、超近距離で見上げても色白美肌でかっこいいんだろうな。第6位、山崎賢人。イケメンだけど面白いことも言ってくれそうだから、あの綺麗な顔を独り占めできる贅沢。天然で可愛いから癒されそう。キリッとした超絶イケメンの山崎賢人さんですが、実は天然でなんとなく親近感が湧いちゃう。あの可愛すぎるはにかみ笑顔を独り占めしたい。第5位、新田真剣佑。とっても真面目そうなので、照れながら傘を差し伸べてくれそう。あの目力に見とれてしまいそう。顔が一番タイプな俳優さんなので、アメリカ育ちなだけあっていきなり肩に腕を回してくるかもと思いきや、意外にもシャイだそうで照れながら傘を差してくれそう。想像するだけでこっちも照れちゃいますね。第4位、坂口健太郎。自分が濡れても相手が濡れないように気を使ってくれそうだから、癒し系の坂口健太郎くんなら緊張をほぐしてくれそう。あの優しい眼差しで傘に入れてほしい。いい匂いがしそう。ほんわかとした塩顔イケメンの坂口健太郎さん、いい人オーラがにじみ出ていて優しくエスコートしてくれそう。天然っぽいところも癒される。第3位、三浦春馬。スマートにエスコートしてくれそうだから、あの笑顔を近くで見てみたい。色気があるしドキドキしそうです。自然体な笑顔が素敵で、男としての色気があってたまらなくセクシーな三浦春馬さん、あいあい傘だなんてもう心臓バクバクでしょう。第2位、竹内涼真。爽やかなので嫌な雨もあいあい傘で最高の気分になる。穏やか雰囲気なのでそばに寄りやすそう。とにかくかっこいいしドキドキします。あいあい傘で竹内涼真さんの笑顔を独り占めできるなんて贅沢すぎる。清潔感があって爽やかで、雨の嫌なじとじと感も一瞬で吹き飛んじゃいますね。第1位、福士蒼汰。恥ずかしくて何も喋れないと思うけどしてみたい。高校のかっこいい先輩って感じなので憧れます。濡れるからこっち来いよって言われたい。第1位に輝いたのは福士蒼汰さん。包容力があって男らしくエスコートしてくれそう。
くしゃっとした可愛らしい笑顔のギャップもいい。もはや王子様のような存在で、キラキラ眩しすぎて見てられないかも。以上、アイアイ傘をしたい20代俳優ランキングでした。あなたが一緒にアイアイ傘したいのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。